ゲームメイキングスタート。いつもアンジュルムの他のメンバーも言って心強いんですけど、今回は私一人だったのですごく緊張して、でも子役の子たちと一緒にダンスを踊ったのですごい癒されながら楽しみながら撮影できたのですごく楽しかったです。はい、ちょっとお話聞きたいと思います。アンリちゃん、今日はどうでしたか？楽しかった。楽しかった。今日はアンリちゃんどうでしたか？いや、元気いっぱいやってくれたと思います、はい、いや、とっても可愛かったです、本当に。見てる方がちょっと緊張しちゃって、はい、あ、そうなんですね、はい、ありがとうございました。せーの、ありがとうございました。でも今回また前回の CM と同じように私がダンスを一緒に子役の子たちと踊らせていただいたので、そういうのがすごく嬉しかったなって思います。上國料萌のピザーラエビマヨダンスレッスン、みんなでこの振り付けを覚えて楽しくダンスをしましょう。それではレクチャースタート。ピザーラエビマヨダンスは5つの動きを覚えれば OK です。ポイントとしてはエビになりきるってことですね。それでは動きを1つずつやっていきましょう。まずはレッスン1、1つ目の動きはピーンと伸びたエビのようなヒゲです。これからスタートします。レッスン2、おヒゲを右と左に揺らしてエビの元気なジャンプをします。レッスン3、この動きの後にですね、頭にヒゲをピンと張って弾けるように跳ねるのがポイントです。レッスン4、左手の甲を前に見せて右手を目の横でエビピース。レッスン5、これで最後です。誰よりも大きくジャンプしてください。みんなできましたか？それじゃあ一緒に踊ってみましょう。ミュージックスタート。みんなこの動画をいっぱい見て練習して踊ってみてね。